アルマスタワーは、アラブ首長国連邦、ドバイの人口新都心、ジュメイラ・レイク・タワーズの中央地区に2009年に完成した超高層ビル。アルマスは、アラビア語で、ダイヤモンドの意味で、ダイヤモンドタワー。74階建て。ブルジュ・ハリーファに次ぎ、2015年現在、ドバイで5番目に高いビルである。ジュメイラ・レイク・タワーズ地区の中央に配された。 人工庫に面して建設され、ジュメイラレイク・タワーズのランドマークである。ナキールの事業で、設計は、ジュメイラレイク・タワーズの他の多くの、超高層ビル同様に、イギリスのアトキンス社。アトキンスは、ブルジュアル・アラブの設計で知られる。建設工事は、日本の体制建設が言った。 ドバイのダイヤモンド取引所が入居しており、ドバイの主要産業であるダイヤモンドの研磨業者や、その他の貴金属、宝石業者のオフィスが、このタワーに集積しているため、アルマスタワーのセキュリティシステムは、最新鋭のものを採用している。ドバイマルチコモディティセンターの本社もここに移転した。ありがとうございます。